トム・ホランドが主演を務めるスパイダーマンの最新作、スパイダーマン、ファー、フロム・ホームから、待望の初映像が公開された。アベンジャーズを中心とした、マーベル・シネマティック・ユニバース、マクの世界に加わった、スパイダーマン。前作、スパイダーマン、ホームカミングでは、スパイダーマンこと15歳の高校生、ピーター・パーカーが、ヒーローの師匠とも言うべき、アイアンマンに導かれ、真のヒーローへと成長する過程が描かれた。そして本作は、ホームであるニューヨークを離れ、舞台はヨーロッパへ。ピーター、トム・ホランドは、親友のネッド、ジェイコブ・バタロンや、MJ、全米やタチと2週間の夏休み旅行へ出かける。そこで、ピーターの前に、突如現れるのは、SHIELD、シールドの長官ニック・フューリー、サミュエル・L・ジャクソンだ。出番だぞ。私と共に戦う覚悟はあるか?とピーターに告げるが。ニックから与えられるミッションは、何なのか?そしてこの先、どんな戦いが待っているのか。さらに、巨大な敵を前に、ピーターのピンチを救うべく、現れた、ジェイク・ギレンホール演じる、アイアンマンと層を足したような存在とは?また、予告編の中で、ピーターが、赤のスーツではなく、黒のスーツに身を包んでいるシーンにも注目だ。スパイダーマン、ファー、フロムホームは2019年、全国にて公開、全米公開は7月5日。